メガ対コンリキ対決ってことね。メガ対コンリキ、なんかコンリキのさパワーで弱さがやばい。いやいやいや、わかる。ご視聴ありがとうございます。トロピオツカです。ポンポコメロドです。はい、というわけで今回はスタンダード対決やっていきたいと思います。よし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 、今のスタンダードは期待が強いからね。はい、楽しみだ。つい先日ね、スタンダード新決定戦でね、バント期待がね優勝して神になったということで、宮田さんがね、はい、ということで期待も熱いということで、今回ねポンポコさんには、もうポンポさんってなんだ、あのですねポンポコ様には満を持してですね、はい、いやチャンピオンのね、これをですね、お彼は神くずの、いやめっちゃ美味しいとこで出したよね。すごい返信で出してくれたから、はい、僕も出したい。なるほど、アレレアコンバット出したい。何しろ、まあ、聞いてくれ、はい、僕は世界最速で合体した男だからね。まあそうなのかな。そうだよ。新スタンダードの撮影の時に、まあ発売前だったけど、うん、あれはまあコピーのねカード使って試してみるっていうところで、ポンポコは目隠し出してますから。誰よりも早く、誰よりも早く合体したから、はい、今回もね合体しようと思います。そんな簡単にいかないよ。いやいやいや、マジで。いやでもこの皆さんのバント期待、はい、結構強いんだマジで。そうだね、なんか本当にバランスよくなんか入ってて、本当にこの継ぎはぎ自動機械がお化けみたいなパンチで殴ることもあるし、どん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 アーチファクトの、そう出してね。そしてこれなんかあの丸太機体に入った淡新家のような活躍ぶり。マジで強いぞこの青。何すんの青は。このね青死んだ時、まあこれで墓地に行った時に、うん、デッキの上から7枚見てマナが4マナ以下になるように、あの何4マナ分出せるってこと、出していいと。これだけも強いじゃん、うん、もう一個あってな、あなたがコントロールしているクリーチャー機体である各パーマネントに11カウンターを2個置くと、うん、まあ、どっちか選んで、まあ、出てる奴らを強化するか、そう全体的にやられちゃった場合は追加の戦略を上から持ってくると。だから多分おおむね、うん、こういう付き合う時ピンチだと思うんだよね。そうだね。だからピンチで青って死んだ時に青ってなった時に上から斜め見て、あの盤面最高地区か、はい、攻めてる時死んだ時に青ってなったら、攻めてる時の青はあの盤面めっちゃ強化みたいな、うんうん、これはね、かっこいいし強いんで。なるほど。あの時は僕、青には目を向けてなかったけど、まあ、目隠しのね、この、お供として、今回は。それ、そんなどっちも入ってんでしょ、ここ。今回は、この2人にね、頑張ってもらおうと思います。はい、じゃあ僕の方はですね、僕結構ね、アリーナにずっと回してる気があって、これがこちらです。目覚ましい修復術デッキ。はい、これは、墓地のアーチファクトエンチャントを全て倍戻すというカードなんですよね。すごいじゃん。はい。でもまあなんか墓地肥やしカード自体はそんなにスタンダードには存在してないけど、神から輝く系世界には魂力というね、捨ててなんか能力発動するっていうカードがいっぱいある。例えばカニとか、まあ、サマーで打ち消すカニとか、あ、まあ墓地のカードをね、回収したり、バウンスをする空画面とかを相手の妨害しつつ墓地に落として、で時が例えばこの目覚ましい修復術で捨てたこいつらを場に戻して一気に盤面を掌握する。なんかあのモダンにさリビングアイのデッキあったんだけど、なんか似てない？確かに、なんかサイクリングみたいだよね。だよね。でそれをなんか戻すみたいな感じで、面白そうだね。いやすごい面白いデッキだから、今回ねちょっと使ってみようかなといった感じです。まあね、せっかく面白いデッキ用意決まったんだけど、僕の目隠しと青の前では全然ただ太刀打ちできないと思うんだけど、なんか別にお前デッキじゃねえだろ。俺のデッキじゃなくてスタンシーのね、皆さんデッキだからね。でもやっぱね、ちょっと期待というデッキだから僕の血潮がたけっちゃってるんで、まあ実際ね、なんかまあ神決で思う存分ね、その期待の強さ見せつけられたんだけど、まだ見ね見足りないって人も多いと思うんで、今日だから今回は僕が見せようと思います。なるほど。ただこの修復術で一気に勝っちゃうかもしれないし、まあ、はい、まあ、実際やってみましょうと。メガ対コンリキ対決ってことね。コンリキのさパワーで弱さがやばい。いやいやいや、なんかあのリキって感じ強くね、ボキが強い、リキってオラ力的な。そうですね、コンリキね。はい、じゃあ早速やっていきたいと思います。勝つぞ。よっしゃ、ダイス。いやマジね、勝っちゃうぞ本当に。6は甘え！しゃあ、はい、やはり期待を握る俺は8。よくわかんないです。意味わかんないです。どういうことなんだろう。はい、キープです。うん、これ言っていいのかな、あんまりね、やばいことやると怒られちゃうからね。誰に言ってたらね。OK、キープします。はい、お願いします。メカ格納庫、終わり。終わり、何もなしか、一応しまい。名前をね、声に大にして言いたいね。メカ格納です。メカ格納、枝重なる小道から2マナで、はい、いけ。
銀行破り、これ超強いね。3個も当てます。はい、終わりです。それ次からね、アドバンテージになるからね。精神マイナスの基本って言われてるね。動きマジで強い。本日しまおいておしまいです。殴りたい、まあ、こっちはね、最初はね、まあゆっくりゆっくり。どうしようかな、これ。殴り行きたかったんだけど、まあ、来てくれないようですね。水、はい、水一番からこちら試作品ですね、はい。本当はアンタップで、アーティファクトをタップすると、まあ、無色1出した、うんうん、で、根力でゴマナでこいつ捨てると土地でないパーマネント1個をオーナーの一番上か下の、はいはい、どうしようかな、これ。これ別にいつも遊んできるからね、これです、はい。よし、まあ、1枚です。じゃあ、やめる。アドバンテージ取れるんだな、これ。何もしないとアドバンテージ取られるとマジで一枚引いて、どうしましょう、はい、で、ターンになります。こいつやばいな。いや、カウンターなくなってほしい。意味が分からん。強いんだな。打点が下がるじゃないからね、全くね、うん、ちょっと俺の搭乗員が来ないから。え、それはキープが悪いのでは。来ないんだから。ゆっくりしてるとちょっと私服しちゃうよ。やばいんじゃないこれ。私服しちゃうよ。いくぜ。うん、ちょっと搭乗員欲しいんだよね。ね、はい、同期会、はい、次は議事同期会。 OK、 まだね、何もしないんですよ、俺に。なんかこれさ、平地で置かなかったことによって後々青が出なくなるっていう未来が俺見えてるんだけど。いや、そんなことない。大丈夫なんじゃないかな。うん、大丈夫、大丈夫と思うよ。やばいかもしれない。あとでこれプラス回収になったら一応怖いな。危ない、危ない、ちょっと。はい、いい感じ。全然なんか来ないね。来ない。本力どうした。本力、本力はね、まあ、そのうちよ。ただね、ちょっとドローンされてるだけでやばいっていうか、そのプレッシャーが。搭乗員が来ないんだよ。どうなってんだマジで。いいな。はい、から今まで、うん、はい、痛い目、痛い目で、こいつにカウンターがいくの。はい、じゃあ殴っておくか。とりあえず2点で殴っておこうか。2点。はい、18。はい、1。またやばい、これやばい。おしまい。ね、実は7マナかかるから、うん、だいぶ結構やばいんだよね。シュッ。で、今回は遠く出ます。だるい。これはやばい。世界観ちょっと大丈夫なのこれマジで。髪型とった。これさ、ちょっと大丈夫だこの世界観。なんかなんか合ってないマジで。いや、まあ髪型でこれがスタンダードかもしれない。俺たちが自分のメガネで見すぎてるかもしれない。なるほど。それどうしよう。搭乗員がなかなか、まあ出たよね。でもあれか、搭乗さんとかでこれ乗れるやん。一応乗れるのか。狙い。いや、自分でその登場でね。ここは47で、うん、エシカの戦車。エシカか。はい。エシカ出た。ます。そして22が、狼と猫ちゃん。猫ちゃんが。猫が2体。猫が出てくれ。猫出てくれ。お尋ねしました。これアーチファクト扱い。ではない。さすがに。アーチファクト猫ではないですか。アーチファクト猫ではないです。登場しました。可愛らしい猫ちゃんなんで。はい。これやらしい猫ちゃん。猫、こっちから来て、こっちから来て、混乱しまくって。おい、おかしいだろ、ちょっといきます。おかしいだろ、そっち。いや、落ち着こう、ちょっと落ち着きました。じゃ、いきます。4点と、3点でパンチしたいな。これやだー。みんなが4。え、やだよ、トキさん。なんて受けといてくれって。巨大な空亀をコンリングで捨てます。2マナの方だから、これ、バンスします。押します。で、3点まで。はい、ガチかよ。いや、盤面で、すげえ並んでんだけど、いろいろ困る。ガチかよ。いや、待って、これは、いや、だったら2マナで出しておく。ふん、出し直し。はい、またカウンターが。おしまい。はい、次、エシカ選手が殴る。次、相当やばいんだよな。エッちゃんが殴るぞ、エッちゃんが俺の。いえー、あまり良くない。こちらないと、まず。用心の侍。え、こいつを混乱してることによって、ケイチを探してたり、その後に人間に。え、強いな、こいつ。で、このセットランドします。急にやばいじゃん。急に。ただ普通にこっちを持ってきただけだな。いや、こういうことするとイッチャー強いって決まってんだよ。でも5マナ44警戒だからね。スペックとしては普通というか。基本の陣持ってくるのいいね。はい、おしまいです。え、これ総攻撃受ける覚悟ということですか。いやー、どうでしょう。ガチか。怖えんだよな。アップにして。はい。青出るかな。青出ます。じゃあやー、うん、とびっきりのパンチでいこうぜ。こいつは関係3点になってるじゃん。これ飲んじゃん。青でこれ飲む。これあれじゃん。これさっき言った下の下がさ、それ出るんで。あれはなんていうか、青かもしれない。今この状態登場してるじゃん。エシカ選手はこれ飲むじゃん。前アタックどうぞ。へぇ、
はい、あ、とりあえず、エジカ戦車で、ちょっと全力される可能性あるから、猫ちゃんちょっと突っ込んで。座ります、これバンス。ああもうやめてくれっつってマジでよ、ほんまこれカメマジ強えよ。で、これがタクシーです、これがタクシーです。あ、これ乗ってる乗ってる乗ってる、これ乗ってる。だから今この状態でこいつ乗ってるで、12点受けましょう。5、君のターンだ。はい、あ、俺ダッシュとか出さなくて出しときます。はい、こいつ今まで、はい、で、こいつがまた前に行って9つになって、はい、こいつがまた謝った、調子乗っといてもらって。え、行け、告別。アーティファクトとクリーチャーすべて追放。これはそう、アーティファクト、クリーチャー、エンチャント、墓地追放のいずれかから一つ以上選びます。アーティファクト、クリーチャー全部追放です。なんだよ、あー調子乗ってくれたな。いや、なんかそんなカード青くんも追放なんで誘発しないんすよ、これは。いや、青はね、追放されないで。え、ドラゴンだから一応追放が死亡みたいな。え、意味わかんないっす、ちょ何言ってるかわかんないです。はい、おしまいです。そういうカードばっか使いやがって。いや、耐えてくれたら嬉しいんだもんな。いや、これ楽しいっす。いや楽しいな。失礼します。はい、ご用意。何枚持ってんのか、すげえ来る。めっちゃ持ってる。終わりない。はい、おケアできないよ、もう俺。ポータルホールマナソル2以下のパーマネントを追放する。で、どうだ今な。で、俺も銀行やべ、助けてもらうぜ。どうぜ、おしまいだ。いいぜ。ちょっと調子乗っちゃったんじゃない、さすがに。オートブルボルスみたいな。じゃあスタックで、スタックで、ワンドルします。今だから。あ、どこだ。で、じゃあお互いに追加する。俺はやんなかったやんなかったの。しない、終わりだよ。なるほど、ちょっと忘れてたね、こいつの。またどっちの、こっちのセリフだよ。いやいや、3、3つ目だから、これ結構いない、こっちも。いない、しない、はい、どうぞ。やっぱ次、攻め込めるようにちゃんと用意しておこうかな。電圧改善目。お、なるほど、これクリーチャーしか来ないもんね。電圧改善のほうに。とりあえずなんか行けば行けるよ。いや、引かせねえよ、そんなよ。引かせないよっていうワードカードないんだけど。7番溜まった、行け。7番目覚ましい修復術、墓地にあるアーティファクトエンチャントの全て場に戻す。敵やった。亀用事の侍。これエンチャントなんだ。エンチャントなんです。何者なんだこいつ。偉い、ただ偉い。偉いだけ。そして、じゃあこいつで2回目になります、うん、はい、4点。いいよ、16。おしまい。こいつなんと5号に飛行、特号。俺負けそうだから、ないもん。もっと6号。おこいつだ。うん、これはどうでもいいや。もうどうにもならない、終わり。これやばい、これやばいぜ。なんともう16点あるよ。あ、負けたな。16点。負けでした。範囲はメカに調子乗ったことこれ、いや、調子乗ったことない。調子乗って、特別にね、やられてしまったというところですね。いや、まあ僕が国別を知らなかった可能性ある。国別強えな。そんなカード俺知らないな、ちょっと。おいおい、知らないのモグリだもん。強いな、そいつ。すげえ全力だな、マジで。今の範囲はね、登場員が少なすぎたね。ほぼ来てなかった。そう言ってくれたら、キープしたのが良くないんじゃないですか。来ちゃったものは素直に受け入れるのがやはり期待。パイロットの俺としてね。じゃあ、とっちなくてもやるとか。いや、もう来てしまったらやるみたいな。今、土地がいっぱいあったから、まあね、土地があれば、いっぱい来ても行けようと思ったら、なんか、メガだけ来て、パイロット来なかったんですね。そうね。やっぱ、乗り手がいないと。やっぱダメか。アムロレ、キラヤマとかいないと。ダメか。アスランザラじゃない。アスランザラだったよ。俺はアスランザラで。シンガスアスランザラこれ。いや、なんかちょっとさ、アスランっぽい。ちょっとアスランっぽいけど。いや、そんなことないでしょ、さすがに。誰にも属してねえな。さすがに、ファンに怒られそう。これじゃ。これはね、これ大丈夫かな。こういう反応なかなか真似できたんで、ガッタな、うん。キープ。キープです、こちらも。言うぜ、ヘッジから行け、言うのな。セービシェー。今から、ポータブルホルダーさよなら。あ、泥だ、泥。流れるように流れるように。セミシー出していけー。セミシー、セミシー、またボートブルホールあるの。セミシーいいんじゃない。全部の道ラメンでおきます。殴っちゃうぜ。セミシーのパンチ、はい、見てる。土地置きながらいけ。巧妙な勝ち。あー、それやめとき。上から4枚を見て、あー、ちょっとでもこれずい。すごいよね、やっぱり。公開公開じゃないね。まあ、公開、まあ、動画だし。見ちゃ見せちゃいましたみたいなね。銀行ですね。不動産ね。はい。はい、おしまいです。これ、割といいんじゃないかな。え、これね、よくないです。俺にとっては。まだいけるか。いける。3万で、まあ、とりあえず、土地をね、持ってこよう。映画館の修繕。一生で、
基本平地カード持ってきます。やばいよ、このかっこいい平地カード持ってきます。ちょっと今度パイロットばっかりで機体が来てない可能性あるんです。もらったじゃん、入ったけど、入ったけど、入ったけどね。今ので、はい、ポータブルホール、ポータブルホール、ちょっとこいつが戻ってきて、戻ってくる、はい、こいつが打点がかかるんじゃない。これね、あの1回しかやるし、まあいいや、じゃあ次打点がかかるから、いや、それパンチします。4点、ピシピシピシン、14、終わり。次、すごいからね、ほんと衣装がカード1枚捨てても良いと。じゃあ僕はポータブルホール捨てます。で、このあなたの墓地にあるマーソール2以下のカードを場に戻せます、タップ状態。もうやめてくれよマジで。ポータブルホールのちょっとあのレースいっぱいいるみたいな。おーい、北欧行くわ。北欧行くわ。北欧行きすぎだろ。いっぱいあります。逃げすぎだな。次逃げすぎ、逃げすぎ。だいぶ痛いんだよな。次すごいよ、次6点おしまい。もう6点受けるということか。まあ、7点あるよ、7点負けこっちが来ない。ここでインクヤブレ、インクヤブレ。ちょっと待った、何カニだ、今力サンマで買いますって。カニだじゃん、分かんねえよ。エビだ、タモだ、サンマだ、払ってくれ。なんだと、おい、くそ、払えねえ。出てねえ、倍出てねえか。倍出てねえ。特典って、うるさい、サンマだろ。普通にでも。いて、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 期待関係なく殺されそう。パイロットパンチ、パイロットパンチ、おい、メカ巨神出さしてくれよ、マジで。いや、これ、修繕する建築家。いや、そんなんや。いや、前のデッキと違って、これ、そのデッキ1枚しか入ってないから。うわ、もうそんなロマンは続かないよ。ロマン欲しいよ。なんで、宮田くん、目隠しにいっぱい出てないの。サブプランだからじゃない。正論。お前は宮田さん何なんだって話だよ、マジで。はい、知り合いですか、大丈夫ですか、俺。え、一応持ってきます、修繕2回目。きっと笑ってくれてるから。うざいよ。僕のことは俺のデッキ使って、いや、キャスク僕のデッキ使わない。やばい、宮田くんごめん、なんかダメだな、それはな、許してくれ。いや、そんな、あの、悪い人じゃないこと知ってる。 あの子はいい子なんでね。僕はちょっと使い方がってやると言われそうだな、もう。はい、 いや、ね、終わりかな皆様。笑いすぎちょっとなんか適当なこと言って。ごめん宮田くん、君のデッキで俺期待パンチじゃなくて、これ言う精密パンチってやるぞ。俺3、4立ってるから。3、4あ、3、4そいつタブレス4だな。おお、なるほど。タブレス4以上破壊。オッケー、普通に殺された。でーい、6点、6点でーい。やだな、さすがに6点もう受けられないな。やだな。で、巨大ハサラファイン、整備士をバランスだ。じゃあ4点で、4点で。大丈夫にいたします。はい、でーい、増えます。いやちょっと、ちょっとすごい、期待が期待が増えそう。おかしい、期待、いや、こいつらね、お前ら乗りづらいんじゃないのか。ました。捨てて、2マナ以下のパーマネントを出せます。いや、ポータブルフォローがスイファーされたんだな。自分出した、自分出したやろな。で、平地をじゃあ捨てて出します、はい、で、普通に捨てします。頼む銀行破りさん、君にかかって。ここでドローしていくと。で、即ドローします。即ドロー、はい、と2個になって、まあ、2マナ以下。それ、亀引き。おしまい。整備して殺して終わりにしよう。よし、あ、ごめん、このタイミングで、このタイミングで、え、じゃあ合体するしかないんじゃないの。いや、このタイミングで、いけ、メガヨシの言葉。え、じゃあちょっと合体しなきゃ話にならないんじゃないか。ちょっと待ってこれ、ちょっと待ってさ、いいのか、このままコア何もせずに終わって。宮田様、宮田様、俺は整備士と話してもらう。いけ、整備士でパンチバキ。負け。いや、あれ、あれ、おかしい。期待、期待できないか。結局、うん、乗り手が強かったら勝てんの。いやいや、僕がコアからパキッと押してパーンチってずっと乗り手、こいつらね。プレイヤーが強くても勝てるし、乗り手が強くても勝ってる。こいつらね、やっぱ21だからさ、最低スペックあるよね。ありがとう、目隠しの子は。お前が勝ったぜ。いいのかな、こんな感じ。こういう勝ち方もあるってこと。ある、こういう勝ち方もあるってことを、あの、俺は見せつけた。いや、ちょっとさすがにね、ちょっと出したいね。出したいな、なんか一番最後に来たから多分答えたんじゃないか。俺を出してくれ、ポンポコさんっつって。だけど、お前が来るのちょっと遅くて、もう整備士がみんな片付いちゃったんだっつって。一応一生いっぱいだからね、ここでここで決める、シール決する。はい、おー、まあ先行なんで、いや、先行じゃなかったやんないな。いいぞ、はい、行きます。おしまい、H。はい、あっちも遅いな。
それ嬉しい。あれもう銀行やめる。いやもう銀行強盗がこのゲームやたくさんいるぜ。おしまい。マジ強盗多すぎんだよなマジで。おすごい楽しそうじゃん。4枚見る。メガブシの声聞きたい。外れろ外れろ外れろ。はい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 。まあ悪くないですね。これで終わりだ。なんかちょうどテンション高いじゃん。あれ目隠しってことにあるな。もうさてはしまい。どんどん強くなっちゃうぜ。やばいぜやばいぜ。これやばいんじゃないのこれ。思ったよりそうでもない。そうでもないわ。はいどうぞ。こいつ強化するぜ。出張りするぜ。18 Z なんだこいつ。何Z。じゃあ銀行読みます。銀行破るって同心するだろ。やります。おい、ペイペイします。ペイペイというのはペイ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 じゃない。海外両芸にあるとそういうゲーム。なるほどね。ペイペイだって。いいよマジでいい。本当に動くなプロちゃん。でもね、誤報がだるいんだよ。いいよな。誤報しない方が出るわ。ガチでキツすぎよ。つまりなんだよレイス。レイス誰も言わんけど。覚えるこす。いやーもうどこまっちゃうメカカクノコ。はい、からのからの銀行破る。そっちもかい。はい、銀行破るぜ。そしてこいつがジュフーン。で、まだ払ってないって。払ったぜ。そこ起動して、そこ起動したいが、ここはあえての、うん、こっちじゃ。はい、お前見るぜ。メカ巨神のコココココココ、俺もメカ巨神のコで打ちたいぜ。銀行破りだぜ。めっちゃ銀行破りも銀行破りマンだなマジで。なんかもう治安どうなってんのこの世界。よく見たら2点ゴン。で銀行破ります。なんかさ、はい、蛮族だねこのこの機体は。密輸人のさ、密輸人の回転翼といいさ、銀行破りといいさ、なんか機体なんか地面がやばい。よくないな。なんかすごい、とってもゴッサムだねマジで。とってもゴッサム。とってもゴッサムって。とってもゴッサムですね。とってもゴッサムって何。行くぜドロン。メカ巨神がいつまで振ってくれないぜ。なんかハンドロックですか。めっちゃあるだろ。ハンドロック。むちゃくちゃあるじゃん。超えていけ俺の屍を。ふざけんなよこれ。どうすんだこれ。まあさすがにね、区別は蹴ってくると思うけど。いや国別蹴りきれねえんだよなマジで。まあそんな何発打てるもんじゃないからね。銀行破るぜ。俺は銀行破るぜ。めっちゃ出るやん。先頭にどうしよう。乗ろうかな。乗っちゃうの。バウンサーに出なんだよね。でもね、乗るぜ。あ、できた。先頭に入るぜ。はい、バウンサー。ざけんなよ亀。いいね。亀はね、そういうカードなんです。僕もちょっと引きに行くかとりあえず、はい、なのでもしワンちゃんね、あの整備士来たら出したいからね。じゃあ何もでも変わらないだろ。うわっ出てきやがった。世界観が狂ってる。はい、出します。手で何すんのこれ。しょこいつはまずプラスで、まあ、2枚引いて、あいつは突然限りは2枚引いて。うわこれで持ち肥やすんか。強いね、さすがにね。カニコンパン使えば感じてるわ。で、銀行ガードマン。銀行ガードマン。銀行ガードマンになった。破ってたのに、いきなり銀行ガードマンになったぜ。銀行ガードマンってどこだっけんだよマジで。銀行カードじゃねえよ。ということでまして、おっ来た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 。何来たんだ。しまったぜ。優秀なやつ来たぜ。おピン。でかくなるでかくなる。ピン、うん、そして乗るぜ。乗るぜ。めっちゃきついぞこれ。いくぜ、うん、こいつ様子見だから。ねえねえねえ、こいつ、まあ、でかいな。そう言います。なので、メイドワーカーの更新をポータルホールを追放して X2 で使います。何それ。沼内科のアーティファクトかクリーチャーかエンチャント追放。これ追放。そのカードにスタックがあるぜ。はい、映画上魂力で発動。何こいつに4点。何パーン。銀行破りは死す。死す。そしてこいつが追放。何。じゃあ4点分けます。バシーン。まさかの銀行破りが相打ち。相打ちっていうのかな。これは次やばいんじゃない。これやばいな次な。なんだあるな。何が銀行破ってきた。さらにやめろ。国別式薄るな。不一月
国民の式やめてくれこれ、おもろに行ってアタックするんだよね。うわー、国民の式じゃんふざけんなよ。特別式って言わないけどね、まあ、私も言って、まあ、特別ですね。もうじゃあ、アタッチパクトでね、これ面白いんだけど、俺トロールコールがなくなるじゃん。で、その後に追放が解決されるから、えなんで戻ってきてば、一応じゃあチップは出んの。チップあるんだけど、そいつは死にます。大丈夫だ、チップがある問題ない。追放それで問題ない。追放か、された後にチップ。つまんねえよ、そんなよ、頼るな、全力に。それで来たから、コア、ここに来て、ここに来て降臨。全く意味がないかもしれないが、ちょっといっぱい追放されたからね。で、テレとプラス奥義やばい。奥義はマイナス6するとアーティファクトがタップ状態になるとワンドローで、クラギーもカメラです。はい、どうぞ。うぜ、はい、いけ、え、しかっしゃってね、めんどくさい。いや、銀行破っていけ、終わり。めっちゃ出るやんマジで出てくる。ここでもう一回国別式されたら、もう本当にもうこの俺の帽子が、俺の帽子が飛んでくると思うんだ。リアルファイト、ロケットパンチャー、リアルファイト。ちょっとこのゲームではご投資させていただいております。今してます。じゃあ、いやマジで本当に国別はしない、修復するゲーム。きついよマジで。目覚まし修復、ちょっと速攻持ってないんでね。速攻持ってないんでね。銀行また破れちゃうよ。また俺銀行破っちゃうんだよ。大丈夫ですよ。そしてなんとこのテレットの効果によって銀行破りはなんか肌で使える1回だけはい、おしまい。さあ来い。もしかしてこいつ結局でから、入れる保険か、マジで。だってこいつ出すな、うん、今まで目隠しに取らせよ、うん、ダイバー選んじゃう、読んだでしょ。アーティファクトクリーチャー、アーティファクトクリーチャー機体だから、クリーチャーってやつじゃない。アーティファクトクリーチャーじゃない、アーティファクトクリーチャーじゃない、アーティファクトクリーチャー。猫はクリーチャー、アーティファクトさあ、もうキメラ作ろうとするな。おいキメラを作ろうとするな。ちょっと一瞬なんかいけんじゃないだぞ、ロボじゃないとダメだぞまあ、あれだぞ、もう剥がれに出てきた、カンナイゴ、ここ嫌いだよ、嫌いだぞ、嫌いだよ、ほんとに。ワンチャンこれ、いけんじゃないかな、合体しそう。12点あるのずるくね、上から負けなんだな、こいつら。ね、遅かったな。いや、まあ、ヒーブーは、ヒーブーは、中心くらった時に来て、いらんよ、こいつ飛んでないからね、うん、アンタップ前に、こいつ、テレットの効果で軽くなってるんで、はっ、何これなんだこれ、さすがに亀氏来ないのか、亀だく、いやちょっと期待した、残念だな、亀以外で送るのかと思ったぜ何言ってたで、テレット A プラスで A1 でも修繕で平地もできました。はい、おしまい。銀行破くぜ、破く、破る、破くふっ、ここ俺のイカだと、これは来たかもしれない、言うだろ、警戒教室に勝って、警戒教室にカメラで戻されるのか、ハンドヤマですか、ハンド4です、やりそうだな、これはやばい、終わり、終わりだ、銀行破りで終わり、終わりだよ。じゃあ、まず、はい、アタック、そこか、なに、なんかある、そこだ、なんかあるの、ここにだったな、はい、2、3、4、5、6、6、マナ、え、7マナ、うそく切りのし、はい、こう、こう、フェイズアウト、そうだうわ消えろ、消えた、よっと、とりあえず、なるほど、まだ、あ、次のそこ持って、そこというか、こいつら紹介しないから、カップラします、ドロン、さすがにここから入れる保険ないだろうただあるここから、超高ターンなんかあれば天飛んでないんだよ、ね、ここが偉いなまだここなかったらさ、更新でやられた可能性ある、可能性あるな、テレビしたいわけ、うーん、お前めっちゃうなってるけど銀行破れ、なるほど
顔が。なんか引いた？貴様のライフは残り10だな。飛行クリーチャーは存在していないようだな。おトロフィーをつか。あるの？つまり、分かったぜ。おこれは一物で。なるほど。整備士のキャスト、はい。その時、ここだ。キュイー！ビビビビシュパ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 シュガオダイクー！来た、コアが、ついに。ちょっと待って、待って、待って。宮田さんのやつで違う、ちょっと違う、ちょっと違う、ちょっと違う、ジュヒーいけ、ちょっと違う、メガ巨人のメガ巨人降臨出た。こいつら全員行くことにより重々飛行、警戒、トラブル、反抗、速攻、やべえ、来た、勝ったな、これはまたしても、巨人で飛行はいない、ハンドがなんだ5。しかし俺はもうターン壊したら負けること、負けるの確定している。はい、ならばもう殴るしかない。いけ無限苦心ハレリアコンバットパーン。その時何リチマナ、お前にはこの可愛いカードでメイドに行ってもらおう。メイド明かりの更新、アーティファクトやクリーチャーエンチャントのうちマナコストが0、まあ、X 以下0のカードを追放します。ガッハー、俺のメカカシンガー追放バコー終わりです。じゃあ一応こいつら戻ってくるから、残骸持ってくるから。残骸っていうか俺たちの魂のカードなんだ。コアが壊れてちょっとシステムさんされちゃって、俺たちがこいつは追放、これは追放されたものか。こいつらタップ状態を持ってきます。あタップ状態じゃないか、猫ちゃんが入ったよ、猫ちゃん、猫ちゃん入ったよ、猫ちゃん、猫ちゃん入った、はい、猫ちゃん入りましたね、銀行破りでやりましょう。ということで、今回のコンバットはここまでになります。ご視聴ありがとうございました。はい、じゃあちょっとアップキープ、フェーズに、フェーズアウトしたやつがフェーズにします。おしまいだ、カメラ俺にまだ目隠しの新人がついてなかったか。まだ宮田さんが長かったよね。はい、ということで今回はですね、スタンダードやってみましたけど、ドロピオツカ勝利ということで。いやー最後ね、まだ宮田さんにはなれなかったよとな。まあちょっとゲッター戦がね、ゲッター戦がね、ちょっとまあいいわ。じゃあまあ別に僕は一番最速で合体男だから、その人最速で合体男、最速で合体男ってなんかさエッチな、いやいやエッチじゃないですよ。僕は最速で合体男なんで、ちょっとなんかウィザーさん、なんとかこいつをですね、めちゃくちゃヤバい、なんかもうゴツゴツのね、うん、ヤバいロボットの絵を出していただけたら嬉しいな。なんかシークレットレアとかでさあるかもしれないね、もしかしたら、ね、そうなんか トランスフォーマーとかね、ほら今やった、ああそうか、それコラボとかねあったりするかもあるから、ね、オプティマスプライムみたいなの来てくれたら俺はもう大好きマンだ。まああれでもいいぞ、バンブルビーでもいいぞ、本当頼みます、お願いします言葉になってない、お願いします、グレンの中でもいいです、お願いします、はい、でも結構ねこの修復術やっぱね最後にねまくり返す大技っていうのが結構楽しくて、うん、いいっすね。どうしたバンと期待。いや僕はもう言葉はないですね。このデッキの素晴らしいところはですね、はい、この前宮田さんの方がね、たっぷり皆さんに見せてもらってると思うので、はい、ポンポコ的にこのバントを使うとどうなるかって言ったら熱いだけでした、はい、楽しかった楽しかっただけ。本当ね、勝った試合は整備士でパンチしたっていうロボット全く関係ないですだからデッキはすごいから、はい、ぜひねリスト見て組んでもらい、うん、組んでもらいたい、ね、バント期待はポテンシャル高そう、マジで。いやすごいね、うん、さ期待いるからさ、例えば全体時間流しても、まあ、期待残るし、うん、まあ、国別にはちょっとね行かれちゃうとこあるんだけど、国別はちょっと6万だしケアしつつ動けばね、そうね、青ね、青もっと使いどころうまければねいいと思うんで、ね、気に入ってるね、言葉をね、声を大にして言うて「青」ね、みんなもこうカードで「青」してくださいねはい、ということで神木さんとか見てください。てかすごいいい服が使われてる。ちょっとなんか逃げてる。ちょっと悔しいよ。俺も合体もっとしたかったよ。なんか一回しか合体してないんだもん。はい、ということでよかったですね。デッキ組んでみてください。はい、そしてこの動画以上になります。よろしければチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。ということで、トロッピーお疲れさ。本ポコミヤドでした。また次回バイバイ。今日の負けはこちら。最後までご視聴いただきありがとうございます。よろしければチャンネルの登録、そして高評価よろしくお願いいたします。またマジックのカードをご購入の際は概要欄のリンクからハレリアをぜひご利用ください。それでは次回の動画でお会いしましょう。